やーっと見つけたぜ、マティアさんよ。ん？私ですか？マチさん、おひそ。ずっと探してたんだよ。ご無沙汰しております。私に何か用向きでも？ヘイヘイヘイ、冗談だろ、マジで言ってんのかい。ちょ、マキさん、ひどい。もしかしてボケなら受けるんだけど。俺とマイスウィートティアンのおそろアクセオーダーしたじゃんよ、結構前だぜ。高い前金だって払ったし、うちらずっと待ってたんだよ。ああ、そうでしたわね。もちろん覚えていますわ。ちょうど図面の構想がまとまったところでして、今から制作に取り掛かろうかと。お、そうかそっか、それならいいんだ。それならてっきりすっぽかされたんじゃないかってヒヤヒヤしたぜ。いえいえ、そんな、まさか。申し訳ございません、完全に失念していましたわ。だよね。だよな。マチさん、腕はいいって評判なのにさ、そういうとこもったいないよね、ぶっちゃけ。弁解の余地もありませんわ。ま、思い出したんならいいさ。とにかく頼んだぜ、遅れた分はサービスしてくれよ。うちら楽しみにしてるから。じゃあね。またやってしまいましたわ。やはり秘書を雇うべきかしら。何なんだあいつら。先ほどのお二人はロストナンバーズに所属する兵士で、私の顧客です。以前にお揃いのアクセサリーをご依頼いただいたのですが、うっかりしていましたわ。これ以上顧客を待たせては私の信用に関わりますわ。早急に仕上げなくては。手伝った方がいい？え、よろしいんですの？ここで。そっか、頑張るよ、なんて言うほど私らも薄情じゃないって。まあまあ、なんともありがたい申し出ですわ。この依頼が完了した暁には必ずや相応のお礼をいたしますわ。またシティの外に素材を調達しに行くのか？いいえ、まずは情報集めですわ。情報？何の？というか、なんで？一口にアクセサリーといっても形状、用途、見せ方に至るまでまさに千差万別。そこで決め手となるのは身につける人物の人となりです。人となり？ジェイクとティアンの人となりを手がかりに、彼らの求めるアクセサリーとは何か知る。そこから始めるのが私のスタイルなのです。そんな回りくどいことしなくても直接聞くんじゃダメなのか？それは三流のすることですわ。真の一流ならば、顧客が何も言わずとも彼らのオーダーに的確に答えなくてはなりません。でも時間がないんじゃ。ご協力いただけて本当に助かりますわ。これは骨が折れそうだな。二人のことを知るなら彼らの身近な人たちに聞くのが良さそうね。ええ、まさしくですわ。ロストナンバーズの同僚方にジェイクとティアンについてそれとなく聞き込みと参りましょう。なんというか、ちょっと意外だったね。ああ、もっとチャラついた奴らだと思ってたんだけどな。あの二人、結構苦労してたんだな。そうですわね。一見すると派手好きで軽薄、
流行に流されやすいタイプかと思いきや、その実二人は信念ある兵士であり、お互いを真剣に思い合っているとなれば、きらびやかな装飾や衣装はかえって無粋になりますわね。そして二人が求めている装飾品というのは、おそらく、おそらく、なんだ。いえ、今は置いておきましょう。とにかく皆さんのおかげで彼らにふさわしいアクセサリー像が思い浮かびましたわ。そりゃよかった。で、次は例によって素材集めか。話が早くて助かりますわ。それで、その肝心の素材とは。必要な素材は2つございます。まずは入手が比較的簡単な方から参りましょう。エルティア海にコルヌ島と呼ばれる紅水晶の生える島があります。私が求めるのは、中でも特に純度の高いとされるクガネ小石ですわ。コルヌ島ね。わかったわ、行ってみましょう。さてさて、次なる目的地はインビディア行動になりますわ。ちょっと待て、まさか俺らで行動を掘るとか言わないよな。強いて申し上げれば、今回掘るのは行動ではなくモンスターですわ。モンスターを掘る？インビディア行動の信用には希少種のリーブラがいるとされています。その背にのみ根付く特別な鉱物アルゲント鉱が次なる目的の品ですわ。とはいえ、私も実物は一度しかお目にかかったことがありませんが。そんなものが本当に見つかるのか。まあ、一つ目の素材はこうして無事に見つかったんだ。だな、この運が続いてるうちに行動に急ぐとしようぜ。皆さんの尽力のおかげで、かつてないほど仕事がはかどりましたわ。これでようやく私の思い描いた通りのアクセサリーが作れそう。アクセサリー一つに手間と時間をかけすぎじゃないか。それこそが既製品とオーダーメイドの違いですわ。そして私の売りでもあります。さて、それではしばしお時間をいただきますわね。完成しましたわ。お疲れ様、マティア。じゃ、あの二人に届けるとしようぜ。ええ、少々お待ちください。お二人に連絡を取りました。始祖の広場にて受け取るとのことです。喜んでもらえるといいね。そうでなきゃ困るって、こんだけ苦労したんだし。ご心配なさらず、必ずや気に入っていただけると受け合いましょう。ジェイク、ティアン、大変お待たせいたしました。こちらご注文の品となります。どうぞご確認くださいませ。ほー、やっとか。ほんと待ちわびたぜ。ねえ、楽しみ。銀に輝くアルゲント鉱の合金は、私が知る中で最も強度の高い貴金属の一つです。腕輪の中心には血よりも濃いお二人の関係をかたどり、純度の高い鉱玉をはめ込みました。腐食も風化もしないその腕輪は、あなたたちの絆を永年にわたって守ることでしょう。はあ、こいつはいいね。まさにこういうのが欲しかったんだ。ドンピシャすぎていっそ怖いくらいだ。すごい、うちら何も言ってないのに。私としましても、今回は会心の出来と自負しております。お二人の形見の品として
これ以上のものはないかと存じます。なんだ、知ってたのかい。そんなことまで分かっちゃうの。まさか。単純な理由です。今回のような依頼はあなたたちが初めてではなかった。それだけですわ。どういうことなの、形見って。シティの人間が死んだらどうなるかは知ってるよな。ええ、俺らは前線で戦うロストナンバーズだ。いつ死んでもおかしくない。死ねば何も残らない。光になって消えるだけだ。そんなの、俺たちはごめんだね。明国碑に名前だけ刻まれてその他大勢になるだけの人生なんてな。さ、だからさ、せめて別の何かを残したいって思ったわけ。うちらが消えてもずっと残ってうちらだけのものだって言い張れる何かをさ。そのための形見ってことか。誰かと過ごした記憶や思い出は美しく尊いものですわ。ですが尊いものほど儚く消えてしまうのではないかと不安を抱いてしまうのが人の心。彼らのように目に見える形にとどめたいと願う人々はシティでも少なくありません。それは何世代にもわたり確かな存在として受け継がれていく彼らの生涯であり思いでもあるのです。目には見えない思いを目に見える形にかたどること、それこそが私の仕事でありジュエルマイスターの精髄と言えますわ。さすがカシー家の当主様だ。言うことが違うぜ。あんたに頼んで正解だった。感謝するぜマティアさん。腕はずっと大切にするから、うちらが死ぬまで。うん、死んだ後もずっとね。ご満足いただけたようで何よりですわ。その腕輪がお二人の絆を幸大き未来へ導くことを願っていますわ。さてさて、これにて依頼は完了ですわ。手伝っていただき感謝しますわ。これほど充実した仕事は久しく。その前に一つ尋ねていいか。あら、改まって何でしょう。さっきの二人だが気になることを言っていた。カシー家の当主と。あらあらあら、お気づきになりましたか。なんだよカシー家って。シティの六氏族の一つだ。モニカのバンダム家と同じくな。その当主ともなればこのシティにおいてモニカと並ぶ有力者なのは間違いない。いえいえ、私などモニカ姉様と同列で語られるほどのものではございません。先代が急遽身を引くこととなり縁者である私が形式的に引き継いだだけですわ。六氏族の当主がジュエルマイスターの仕事？当主ってそういうもんだっけ？周りは何も言わないのか？シティの人間たるもの自由である。カシー家は代々六氏族の垣根を越えた自由意志を家訓としております。氏族ごとの主義主張と関係なく自ら選び取った道ならば尊重し支援するのがカシー家の務め。私もまた私のやり方でシティの皆に奉仕したいのですわ。なるほどな、シティにもいろんな奴がいるってことか。さてさて、いい仕事をしたおかげで新しい装飾のアイディアが浮かんできましたわ。早速このひらめきをあなたたちとの契約に生かすことで今回のお礼とさせていただきますわ。ありがとうマティア、これからも頼らせてもらうわ。
今後ともごひいきのほどよろしくお願いしますわね。